では続いて特集、愛媛と高知を結ぶ全長 76.3 キロの JR 予土線です。沿線には宇和島市、紀北町、松野町と高知の四万十市、四万十町の5つの市と町があります。今年秋の法律改正に伴い、全国で赤字ローカル線の存廃について議論が活発になると見られる中、利用客数が低迷するこの予土線の関係者にも警戒感がにじみます。にぎわいづくりに向け新しい取り組みも始まっている沿線の今を取材しました。山あいの田園地帯や四万十川の清流、まさに日本の原風景の中を列車が走ります。ゼロ系新幹線をはじめ鬼をモチーフにするなど趣向を凝らした車両で注目されている JR 予土線ですが、沿線の人々にとっては長年頼りにしてきた貴重な地域の足です。こちらは予土線が1974年に全線開通した当時のニュース映像です。多くの利用客が開通を祝い、にぎわう様子が映されています。しかし今、路線の存続が危ぶまれています。理由は利用客の低迷です。背景にあるのは、マイカーの普及と沿線の人口減少。 JR 四国によりますと、1キロメートルあたりの1日の平均乗客数を示す輸送密度は1989年度には575人でしたが、昨年度は220人と、この30年余りで6割も減少しました。路線の存続か廃線か。国は輸送密度1000人未満を存廃協議を始めるかどうかの目安にしていて、これを大きく下回る予土線は特に注目路線の一つです。ただ単にこの路線をなくすとか、バスにするんだとかいうような乱暴な意見には乗れないんではないかなと。6月に大洲市で開かれた四国知事会でも、秋の改正法の施行をにらみ、廃線ありきの議論が始まらないよう、沿線の知事から国に釘を刺す意見が相次ぎました。そもそも県境をまたがる交通をやはり国がしっかり責任を持ってもらわないといけないと。先月中旬、予土線沿線の松野町松丸駅です。朝7時過ぎ、駅舎に集まってきたのは地元の高校生たちです。北和高校です。北和高校、はい、じゃあこれから通学。通学、はい。一般の人はたまに少し乗ってるぐらいです。到着した1両編成の車両に乗っていた乗客は20人ほど。ほとんどが通学の高校生です。列車は10分ほどでお隣紀北町の近長駅へ。駅を降りると北宇和高校は歩いてすぐの距離です。通学にも便利だし、遊びに行ったりする時とかにも利用できるからです。残ってます。これからもずっとあった方がいいと思います。車にまだ乗れないので、遠くに行きたい時とか、汽車を使って行くことがあるので、一般の利用客が少なくて学生が多いので。隣町まで通学する高校生たちにとって、予土線はなくてはならない公共交通機関です。そして学生と同じくらい予土線を頼りにしているのが高齢者です。近くに診療所があるわやけんと、やっぱりそのけがによったら診療所じゃダメなんですよ。宇和島の病院行ってんの。
足腰の弱った高齢者にとって地域の公共交通は生活のために欠かせないインフラです。便利なこれなかったら大事や。年寄りはそれを廃止するとかいろいろ言ってたんでしょう。全然もう我々みたいな足のないものには困ってる。利用者から心配の声が上がる中、沿線の市長は淀線の利用促進に向け新たな取り組みを始めています。先月下旬、鹿長池の駅前にグルメの屋台やキッチンカーが集合。およそ2000人の来場者でにぎわいました。今年度から始まった駅前マルシェです。県や沿線の3つの市長などが企画したもので、伊予宮ノ下駅、鹿長駅、松丸駅の3つの駅前を会場に来年2月まで毎月持ち回りで開かれる予定です。ありがとう。地元特産のキジ肉料理や北宇和高校の生徒らによるかき氷の出店など、まるでお祭りのような楽しい屋台の数々に来場者も大満足。そんな会場で目についたのが、手作りの角をつけた可愛い赤鬼たちです。鬼の町紀北町を PR しようと考えられたマルシェのドレスコードなんです。たまに1台だけ道の駅とか見たことはありますけど、こんな今日来たらたくさん並んでるので、これだけの規模はなかなかないので、みんなちょっと楽しみたいとは思います。美馬町から来ました。今日もその電車で子供も喜ぶかなと思って来たんですけど、結構乗ってる人もやっぱ多かって、やっぱこういうイベントで、まあ、こうやって人が集まるのがやっぱりすごくいいなっていうのは思いました。もちろんマルシェの目的は淀線の利用促進、そのための仕掛けも万全です。駅前のお店だけ使いますのでお楽しみください。列車を降りた乗客に配られていたのは、会場で使える500円分のクーポン券です。淀線を利用して来てくれた人たちに先着順で配られました。うちの長女は進学、学校通うのに淀線使ってるので、やっぱりとても必要な線路ですので、そのやっぱ応援のためもあって車でも来れるんですけど、今日は淀線で来ました。久しぶりだと乗り方とかが分からなかったりするので、これを何か一つのきっかけで使うようなことがあればいいなとは思います。電車で来ました。はい、鉄道の存在をなんか改めて実感するいいなんか機会になるなと思ってます。クーポンなんかも、あ、いただきました。どうです、早速。あ、かき氷いただきました。はい、楽しかった。ありがとう。なかなかこういう機会がないと電車も乗らないので、はい、電車の乗せるいい機会にもなりました。クーポン券は2時間ほどで配布を終了。主催者の予想を超える130人余りが淀線を使って鹿長駅にやってきました。これほどのですね、お客さん来てた鹿長駅来てたことはあまりないんで、感激に近い思いをしてますね。はい、継続的というかですね、四万十市さん、四万十町さん、松の宇和島記憶5つの町がですね、今までの淀線以上の何か財産はないか、宝物はないかということを今探していますので、そこあたりもしっかりといろんな方に届けていきたいなと。存続に向け待ったなしの岐路を迎えているローカル線。沿線ににぎわいを生み出すために何ができるか模索が続きます。利用者数だけでなくて、やっぱりその思いにも耳を傾けないといけなくて、その形がこのイベントだったのかなと思いましたね。そうですね、必要とする人絶対いますから、いかに使ってもらうか、身近な場所にするか、大きな取り組みですね。